今日は T スパインローテーションです。これは胸郭、胸椎の動きを良くするエクササイズです。それではやっていきましょう。まず四つん這いの姿勢でしたし、右手はですね、耳の横で、膝と手の間に向かって肘をですね、このスペースに持っていきます。で、この時この骨盤がですね、不安定だと背中がしっかり伸びませんので、こういったポール、もしくは枕でも結構です。使います。このお尻とかかとの間に引きます。もう一度。膝と手の間に、このスペースに向かって、肩が伸びていっていきます。